レンズ保護フィルター必要か不必要かという話です。レンズの前玉を保護するために絶対必要という人もいれば、レンズの前に余計なものをつけることはまかりならん。どちらが正しいんでしょうか。私はレンズ保護フィルターはつける派の方ですけども、皆さんはどうされているんでしょうか。いろんな意見を紹介したいと思います。レンズ保護フィルターとは、まずレンズ保護フィルターとはということなんですけども、レンズ保護フィルターとかプロテクターとかレンズプロテクトとか、メーカーによっていろんな呼び名があるようですね。要するにレンズの前玉を保護するためのフィルターということです。フィルターといってもライトバランシングフィルターや ND フィルターのように、レンズに入る光に影響を与えるためのフィルターではなくて、むしろ逆に限りなく透明度を 100% に近い、できる限りレンズに入る光に影響を与えないフィルターでレンズを守るということに特化したフィルターということですね。レンズ保護フィルターはいつ頃から使い始めたのかということなんですけども、そういった歴史とかは調べたことないですし、資料もありません。全く自分の感覚だけの話になるんですけども、1970年代から映像の仕事をしているんですけども、当時の映画用レンズ、まあ、ズームレンズですけども、アンジェニューとかツアイスのレンズに保護フィルターがついていったかどうか、まあ、自分の機材じゃないんでよく覚えていません。マットボックスなんかつけてそこでフィルターワークなんかやってたんで、多分レンズ保護フィルターなんかはつけてなかったような気もします。単焦点レンズにはそういったものはついていなかったということは覚えています。しかし写真機のレンズにはつける人つけない人がいたように思います。当時はレンズ保護フィルターというよりスカイライトフィルターとか UV フィルターをつけている人が多かったように覚えています。スカイライトフィルターというのは写真が青みがかるのを防ぐために薄いピンク系の色でした。 UV フィルターは名前の通り紫外線除去フィルターですね。しかしこういったフィルターをつけて画像にどれだけ影響を与えるのかということは全く実感もできないし、確認することもできませんでした。多分多くの人がそうだったんじゃないかと思います。ですので実質スカイライトも UV もレンズ保護フィルターとして使っていたというのが実態ではないでしょうか。まあ、そんな古い話ばっかりしててもしょうがないんですけども、レンズ保護フィルターをつけるかつけないかウェブで同業者にいろいろ聞いてみました。そちらをご紹介します。レンズ保護フィルターつける派、まずウェブを通して聞いた結果なんですけども、16名の方から回答いただきました。結果ですけども全員つけるということでした。サンプル数も少ないんですけども、せっかくですから集まった意見を聞いてみたいと思います。雨や砂などでダメージ食うのが嫌なのでつけてます。私はつける派です。やはりレンズ本体に傷がつくのが嫌ですね。傷防止の目的でつけてます。正直外した時との差がわからないので常につけています。透過率を謳った高価なものもありますが、標準的なものを使ってます。レンズを直接拭いたらコーティングを剥がしてしまうのかと。こういったご意見でやっぱりレンズに傷がついたりするのを避ける目的でつけるということですね。つける派の人の中にもこういったご意見がありました。高いレンズや特殊なレンズにはつけてます。用途が限定しているレンズにはブラックミストをつけっぱなしに。特定のレンズで使用目的が決まっている場合にはレンズ保護フィルターではなくて目的のフィルターをつけっぱなしにするというケースですね。万が一レンズに傷をつける可能性があるので基本はつけますが、逆光などで影響する場合は外します。手持ちの全てのレンズに保護フィルターをつけています。撮影時にゴーストが出るなど気になれば外すこともあります。レンズ保護フィルターをつけるとフレアが出やすいということでしょうか。状況に応じて外すこともあるということですね。私はつける派です。メンテナンスで直接レンズ前玉をふきふきするのが怖いので。こちらの方はどれくらいの人がレンズ保護フィルターをつけているのかどうかを調査したデータを送ってくださいました。結果は8割以上の人がつけるということのようです。基本的につけますが、ハンディカムやコンデジにはつけていません。業務機にはつけるけど民生機にまではつけないということですね。子供に触られたり動物に舐められたりしますから
やっぱりつけますね。レンズを触られる可能性のある撮影だったらつけないわけにはいきませんよね。つけますが、超広角レンズにはつけられません。そりゃそうですよね。超広角レンズには基本的にはレンズ保護フィルターはつけられません。無理につけるとけられの原因にもなりますし、レンズのほこりでさえ画面に映ってしまうのにさらにフィルターをつけるとそのリスクは高くなるだけですから、まあ、逆にこんな意見もありました。基本的にレンズ保護フィルターはつけます。しかし望遠レンズにはつけていません。フードが長いのでそれがレンズ保護をしてくれます。これはなるほど、そうですね。フィルターだけが前玉を保護するんじゃないということですね。万が一の落下時の破損の度合いが下がるのでつける方です。落下した時にフィルターがある分ショックに強いということなんですかね。ただスタッフがレンズから落下させたことがあるんですけど、その時はフィルターの破片がレンズを傷つけてしまいました。ドキュメンタリーの撮影ではレンズの清掃はまずブロワーで大きなゴミを吹き飛ばしてとか現場では言ってられないので、ハンカチで汚れを拭き取ることもあります。レンズ保護フィルターなら傷つけば買い直せばいいわけですから。傷がつけば買い直せばいいというところがやっぱりポイントのようですね。レンズは簡単に買い直すことはできませんからね。レンズ保護フィルターつけない派。ウェブで聞いた人たちは全員つける派でした。つけない派の意見も聞いてみたかったんですけど仕方ないですね。つけない派の意見としては私が以前聞いた話をご紹介ということにしたいと思います。光学系に不必要なものは入れたくない。この人は写真家ですけども理系出身の人です。論理的に考えるとやっぱりこうなるんでしょうね。ただこの人あんまり写真は上手くなかったです。ゴーストは出るわ、透過率は下がるわ、何かいいことあるの？昔から言われていることなんですけども、昔と今とフィルターの性能的にはどうなんでしょうね。必要性を感じません。丁寧に扱ってますから。この方はペデスタルに乗ったスタジオ用のカメラを扱う人ですけども、ブロワーで汚れを吹き飛ばす程度だそうです。レンズは消耗品だから汚れは直接拭けばよい。この人は結構有名な報道カメラマンなんですけども、かなり機材を荒っぽく扱う人で、レンズの清掃もブロワーなんかは使わずに直接セーム側で力任せに拭きます。これではセーム側の方に大きな汚れが絡んでいて余計にレンズを傷つけるんですけども、まあ、そんなことはお構いなしです。当時キヤノンの J13 というビデオレンズでしたけども、確か100万円近くするレンズでした。そんなレンズを消耗品扱いにできるというのは報道の世界はすごいなと思ったことを思い出します。ということでレンズ保護フィルター必要か否かというテーマでしたけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。